現場よりリポートいたします。ただいまお店より戻ってまいりました。なんとこんなものが販売されておりました。ペイということで、改めまして皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おじさんです。本日もご視聴ありがとうございます。いやー、ちょっと変なテンションと茶番でお送りいたしましたが、ザ・ラストオブアスパート2購入いたしました。しかもこちらパッケージ版、スペシャルパッケージ、スペシャルエディションかな、スペシャルエディションですね、スペシャルエディションって書いてある。いやー、やばいなー、やっぱゲーム、この新品を購入したこの瞬間の嬉しさ、手に入れた嬉しさ、うわー、マジ嬉しいですね。これちょっとここで剥がすのもあれなんですけど、剥がしていきます。おー、マジかー、マジで楽しい。ということで、開封していきます。お披露目です。エリーのドアップ、うわー、やばいな、このパッケージめっちゃ大事にしたい。心をえぐられる、心をえぐられる凄まじい経験を経て、エリーは復讐のために再び旅立つ。その行いがもたらす恐るべき連鎖に心と体を揺さぶられながら、この旅を見届けろ。見届けます。スペシャルエディションにはスチールブックケース、 PS4 のダイナミックテーマ、デジタルサウンドトラック、相談数増加、プレイステーション4ソフトウェア、ザ・ラストオブアスパート2、ダークホース社製作ミニアートブック48ページ、アバター6種セット、ダークホース社製作デジタルミニアートブック、ゲーム内アイテム工作サバイバルガイドが入っているということです。いやー、やば、うわー、これは嬉しい。なんだこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃねえか。めちゃめちゃ綺麗。これは多分ね、ん？これはなんだ？あー、ディスク2枚だから。ディスクをここに入れてねっていうスチールブックケースですね。うわー、めっちゃいい。この絵、誰これ？こっち誰？知らないんですけど、これ誰？誰だろうこれ？本当に誰？誰これ？エリー？エリーじゃないよな。ライリー？ライリーでもないよな。そして、ザ・ラストオブアス、ザ・ラストオブアスパート2の、うわー、かっこいい。おお、マジか。ああ、なるほど、なるほど。こういう、まあ、ミニアートブックかな？うん、ミニアートブックですね。これがミニアートブック。これがミニアートブック48ページ。おお、ネタバレとかないよな。全部英語ですね。デジタルアートブックです。あ、でもキャラクターの子どうやって作ったみたいな感じの、おー、感染者とか、うわー、すごい、グラフィックがすごいわ。これもう絵から感じ取るグラフィックがすごいわー、大興奮。そしてですよ、ザ・ラストオブアスパート2、ディスクがもう2枚であることは周知済み。やばいなこれ、マジで、うわー、マジでやばいわ、大興奮だ。マジでやばいしか言ってない。やっぱりこうゲーム買うときってマジでやばいしか出てこない。 FF7 の時もそうだったんですけど、マジでやばいしか出てこないんですよね、感想が。ちょっとごめんなさいね、本当にマジでやばい。いや、私の中でね、最近やっぱザ・ラストオブアスをプレイしてて思ったことなんですけど、サラを失ったジョエルが、まあ、エリーと旅をして、まあ、どんどんなんていうんですかね、サラと重ね合わせるようになっていく。エリーに対してサラの存在がやっぱちらついて、まあ、エリーをなんていうんですかね、大事に思うというか、エリーに対してサラを投影してしまっているっていう感情移入の仕方も多分あると、もちろん思うんですけれども、私やっぱそう思わなくて、ちょっと考えてみたら、まあ、エリーが
ジョエルに対して私はサラじゃないっていう風なことを言うシーンとかもあると思うんですけれども、まあ、やっぱそういう風に見られてるんじゃないかなっていうエリーの心配というか、まあ気持ちと、まあ、ジョエルもやっぱりそのもう大切な人を失いたくないっていう、だからこそこれ以上踏み込めないもどかしさというかちょっと辛さっていうのがあると思うんですけども、まあ、そういうのも含めて、まあ、乗り越えていくと思うんですよ。誰でしたっけ、やばい、ジョエルの弟サム、いや違う、あれは亡くなる方ですもんね、トミーや、トミーのところで、まあ、やっぱりジョエルもそうやし、エリーの気持ちも知ることで、まあ、それを乗り越えられるっていう、めっちゃ好きなシーンなんですけど、お互いの思いを、まあ、感じ取りながら、ジョエルが受け止めながら、まあ、それをさらにエリーの気持ちを受け取っていくっていう、まあ、そこで初めてある意味サラではなくエリーという大切な存在、ジョエルの中でエリーというサラを投影してではなくてエリーという大切な存在へと変わっていったんじゃないかなっていう私の妄想でした、考察でした、何の考察ここで。というわけでザ・ラストオブアスパート2は2枚組、いやーマジで最高ですね、めっちゃ楽しみですね、いやほんと楽しみ。いやこれね結構ねザ・ラストオブアスパート2のねレビューが結構解禁されて IGN ジャパンさんなどでもまあレビューされたんですけど結構低かったんですよね、スコアが10点満点で7点、でも海外のレビューとか見てると高評価が多数、まあいわゆるメタクリティックっていう、まあレビューを集計して平均点を出しているようなサイトがあるんですけれども、そこではもうすでに95点96点っていう超バカ高い点数を叩き出してるので、ほぼほぼ安心だよなとはもちろん思うんですけれども、いやーやっぱりね1のあのラストからのやっぱりストーリーっていうので、ユーザーもそれぞれの、まあ、エリーとかジョエルどう過ごしてるのかなとかどうなっていくんだろうなっていうワクワクとドキドキとちょっとの不安みたいなのがあるんじゃないかなと思うので、まあそのよりジョエルとエリーに対して感情移入していればしているほどやっぱり感想も違ってくるだろうし、まあ納得感も違ってくるのかなと、ですが楽しみ度が 100% ザ・ラストオブアスパート2本日発売、皆様楽しみましょうということで、もし購入している方、見てくださっている方にいれば感想やまあ何でもいいんでコメントなどお寄せくださいということで、いつもご視聴していただいている方、高評価くださる方、本当にありがとうございます。動画制作の励みになっています。ということでおじさんでした、じゃあね、良い一日を。